にょん、ありがたいことです。ありがたいことにおしましできる部はないかな。明日いかがですよ。やばい、サラダチキンの挟まってるかもしれない歯に。こんばんは、どこにいるんですか。東京歯濡れ歯濡れですよ。AKB さんの MV が公開されたみたい。あさってはその日か、え、あさって5日のレイン行こうかな。初ここしちゃう。こんばんは。今日の調子はもうなんかヘトヘトですね。ハヌレわからん。ハヌレの経緯聞きたい。なんでハヌレという言葉が誕生したのかって。こんばんは。カヌレを食べた時に、じゃがりことかがさ、こうよく歯に挟まったりするじゃないですか。でカヌレを食べた時も歯にこうはあの挟まるんですよ。あのカリッともちっとがテーマじゃないですか、カヌレってね。じゃけそれが歯に挟まって、もう歯にカヌレが挟まって、もう歯が歯にカヌレが挟まってって、もう必死に説明するのがめんどくさくて、もうすべてひっくるめて歯ぬれと呼ぶことにしています。いや、なんでって感じですよね。全然ね、関係ないです。だから別にどこにも、はい、今来たけどまた歯ぬれの話。だからタイミングによってね、こうハヌレの話を聞いてる人と聞いてない人が、おしましする。え、ハヌレの話に惹かれました。ハヌレですよ。まあ別にカヌレだとしてもハヌレだとしても別にいいじゃないですか、多分ね。明日初めてお話し会行きます。今からワクワクドキドキ。ドキドキだね。ちゃんと2レーンに来てね。私に2レーンじゃけ、2番の女じゃけ。明日2番の女ことカイコカーです。ハヌレ、ハヌレで来てもいいよ。近藤と同じだね。打順ね。打順2番の女だから。こんばんは。推しにされた人いて、確かに。こんばんは。早くメイク落とさなきゃ、もう。ちょっと、今日は、え、明日ごちゃんのラジオなんよね。シティオのイベント自体初、やばやばばばばばばば。みんなの STU の初イベントは何ですか。こんばんは。もうね、ヘトヘトのヘまで来てます。こんばんは、こんばんは。
こんばんは。おお。日向坂46から来ました。よーよーよー、こんばんは。よー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 、こんばんは、こんばんは。にゃーね、へい、あ、川田ひなさん、え、やばい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 、ちょっと変な汗が。川田ひなさんから来ました。こんばんは。今日は恋ホーカーって、恋ホーカープ好きです。カイコカーです。川田ひなちゃんから来ました。え、どうしよう、もう顔面を強い方から、広島の娘に。こんばんは、 ST48 のカイコカワです。好き、びっくりして変な汗が出た。一期生です。ココアです。まあ名前はあのカイココアです。あのカイココアですね。カイキャノンさん、あ、カイキャ、あ、これね、あのこれ本当にあのこれ毎回説明するんですけども、あの、あ、広島県出身のカイコカです。あの WBC で大活躍したあのソフトバンクホークスの甲斐拓也選手がいると思うんですけど、その甲斐拓也選手とはもう何の関係もございません。これはもう今までずっと出会ってきたファンの方にも何回も説明するんですけど、あの甲斐拓也選手とは全く関係がありません。そうなんですよ。あの、いや、お父さんではないですね、これ本当にないです、これないけど、ないことをすごく言っています。何回も説明するんですけど、カイキャノンの方じゃなくて、まあ、あの、カイという括りでは一緒ですけど、まあ、同じ名字だけども全く、で、本当に、あの、本当に、間違えて私の、あの、お話し会に来たファンの方がいるんですけど、もう、それだけ言い捨てていくような感じで、ココアって甲斐拓也選手と親戚だよねって言ってさーって、いや違う違う違うって言うのもね、なんかこう否定しすぎた否定しすぎただけ、まあそこってなんかね、強い否定は肯定みたいな感じになるじゃないですか。でも否定したんですよ、いや違うよ違うよって言ってる大体にもうピャーって言っちゃったから、もうその人はまだ私のことが甲斐拓也選手と一緒だと親戚だと思ってる。うん、お時間でーすって感じで、こんばんは。びっくりした。あ、違います、本当に。いや、お兄ちゃんだったりもしませんね、これね。せんね、本当に誤解されたままだから、ちょっと一応誤解だっけ、甲斐キャノンじゃないです。まあ、同じ甲斐の名字を背負って WBC で世界で活躍してましたけど、いや息子ではないです、弟でもないですけど、甲斐グループの中の一員ですね。今日はどんな配信されてた、え、今日はもう今日は今始めたばっかりでしたよ。川田ひなさんがあのやってたんですね。かわいい、髪の毛長くてさ
それあのくるくるして茶色で東京の今山口の方ですけど東京に来てアイドルしてお綺麗ですよね。 STN の曲教えてください。 STN の曲ですか。あ、3月15日に息をする心を発売しました。明日は幕張メッセでリアルお話し会です。ニューシングルです。好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだです。粋な心はやばい息をする心です。 Twitter とインスタフォローお願いします。 Twitter とインスタグラムのフォローよろしくお願いします。カイココアです。粋な心はやばい。好きだ君が好きだっていう曲です。誇りはあ、びっくりした。笑顔ですよ、はい、声が素敵。カスカスのハスキーボイスで、昨日はねもっとねカスカスだったんですけどね、カスカスなのに自分を追い込んで限界のカスカスでカラオケ配信してました。こんばんは。あ、このショールームのフォローもよろしくお願いします。お母ちゃん本当に面白くて素敵な人です。おお、日様に、お日様の皆さんに言ってくれとる、宣伝してくれとる私を。頑張る。 SNS リンク貼ってない。え、何それ。あ、こっち。フォローしましたって出た、表示出た。え、本当にしてくれてるんだありがとうわ、すごい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 。あなたと私だけにしか見れないやつか。あなたと私だけにしか表示されないフォローがありがとうございます。 STU48 のカイコカーです。お、すごい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 。これみんな、なんかみんな見えてないんですよ。あなたと私だけの表示ですよ、表示なんか別に大し、あの、まあ、表示ですよ、表示。フォローしてありがとうございます。出ますよ。ちょっと待って。これさ、え、なんか知ってる、ま、フォロー、ありがとう。ありがとうございます。あ、どんなことでも。さ、ね、一回死のしてる人いる？なんか、一回フォロー外してやり直してる人いるね。ちょっと待って、ツイッターフォローしました。え、本当ですか。ではツイッターのフォローもよろしくお願いします。ピュン。いや、今ちょっとツイッターに移動してると思うのでいただいてフォローしてる。なんかすごいね、みんなさ、こんばんは、ありがとうございます。なんかもう、でも今はまだ起きてる方なんですけど、なんか
突如こう眠くなっちゃう。めっちゃフォロー増えてる。ほんまに？ほんまに？はじめまして。ありがとうございます。来てくださって。なんかこういう時にね、なんか豆知識喋れたらいいんですけどね。豆知識。こんばんは。豆知識。ツイッターもインスタもフォローしてありがとうございます。ツイッターもインスタもフォローしてくれてありがとうございます。カープの豆知識、カープの豆知識、こんばんは。なぜに豆知識、いやなんかここでちょっと豆知識話したら、あ、この子豆知識知ってる子なんかなってちょっと見てみようってならん。コートイヌさんの配信から来てくださってありがとうございます。嬉しい。広島の豆知識ですか。あのね、あ、なんと広島から東京まで3時間50分です。はじめまして。いや待って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 、薄い、薄すぎる、どうしよう。賢いキャラじゃないですよ。賢いキャラじゃない。なんかさ、違う、4時間だけど3時間50分なんですよ実はね。当てるよね。待って、誤情報流してる、やばいやばい。もうなんか、ちょっと待って、もう一回探してみるね。私は広島じゃき、山口出身の川田ひなさんは最近山口行ったんですよ。山賊行ったんですよ。山賊、山口の山賊に行ったんですよ。え、山口の豆知識ですか。広島で免許取っとる人は初めての運転で山賊に行きます。あれ、なんで撮ってないっけ、わからんなんだけど、まあと気持ちわかるんかな、撮ったら。山賊って知ってますか。山賊が知らない。おお、説明しがいがある。山賊はそう、まあ、あのご飯屋さんで、あの鳥なんじゃけど、鳥、でっかい鳥なんじゃけど、ちょっと甘めのタレと、まあ、山賊ですよ。山賊の県民賞でした。やばい、県民賞レベルのね、いい説明できたらいいけど、鳥があって、で鶏肉が、まあ、その美味しいタレと一緒に焼かれて、でタレひたひたできて甘い鶏肉です。あと おにぎりが鮭、梅、昆布が全部入った、まあ爆弾まんじゅう、爆弾おにぎりみたいな、え、あるよね、そういうの、そういうのもあるよね。山賊焼きと山賊むすび、これがめちゃくちゃ美味しいよ。そうなんよ。お店って、お店やね。いろりり、いろり、いろりや、いろりや、いろりや何回も言ったけど、いろりやあるよね、爆弾むすび。
それの山賊おむすびで、おいしい。広島にはちょっと待って、これ違ったらごめんけど、広島にはミニストップがないんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ豆知識じゃない？よね、マジで。山口県にはないですし、そう、ないない、こりゃ豆じゃろ。え、そうじゃろ。ないんよ。そう、コカの家周辺じゃない？いや、違う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 、本当にハロ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 って何？スタバはある、スタバはある、スタバはある、スタバあるよ。ハロハロハロハレハロハロ、待って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 、ハロハロっていう単語だけしかこん。ハロ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 が何？クマ来た、ありがとうクマ。ハロ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 、待って待って、ハロハロっていう子じゃん。もうハロハロしか言わんくなっちゃ、ミニストップのやつ、ハロハロが分からんんだけど、ミニストップで売ってるハロハロっていう何？あ、待って、説明がない、説明がない。スイーツ？デザート？パフェ？え、じゃあそれさ、え、何ですか？レジで、レジでこう来たら、ハロハロ一つみたいな、まあ、こんなかハロハロを頼む人はもう日々日々こうハロハロを頼んでるからかまないと思いますけど、私が頼んだらハロハロ一つみたいな。ならんか、ならんか、えっと、こうドキドキしながらさ、ちょっと初めてのお使いじゃないけど、こうそういう緊張感を持ちながら頼むけ。ハロハロ一つ。緊張するかもしれんじゃん。飲むソフトクリームだって。なるほどね。何円ぐらいするの？かき氷機。ハロハロと X フライド。ハロハロは何種類かあるの？ハロハロって種類があるの？幕張駅の近くにあるんだ、ミニストップ。499円。ハロハロ、なんでハロハロの話になったかというとね、あの配信で転送されてきた皆さんがいるんですけど、その方に、その来てくださった皆さんに、川田ひなさんの配信からカイココアに飛ばされた皆さんに広島の豆知識を
話していて、ミニストップがないという話をしたら、じゃあハラハロ食べたことないのってなって、でハラハロ初めて頼むシチュエーションをした後に、今ハラハロの種類について話しています。季節限定、季節限定に弱いでしょ皆さん。知らんけど、知らんけどね。でも今日はもう広島になんでミニストップないんだろうね。逆になんか逆に何かがあるからないよ多分、競わんように。まあ、ちょっとあの広島の豆知識なんかないもの、ないもの、ポプラのね豆知識はね、お弁当にねおかずだけ入っとってね、あったかいご飯が出てくる。これガチ。あったかいご飯が出てくるよ。こんばんは。無理無理。ちょっと急に動いててびっくりするじゃんか、ゴミの袋が。まあさっきね、あのバランス崩れそうだなと思って見てた。ゴミ袋の中のトマトジュース飲んだんだけど、多分それが落ちた。お化けがいるかも。髪型にやって、いつもこのか、いや今日はねライブだったんですよ。じゃけその髪をこうしました。いやゴミ袋の中のトマトジュース飲んでね、ゴキブリ入ってないよ、入ってないよ。今日はクルリンパですよ。こんな感じ。あ、みんな11時半よ、もうすぐ。大丈夫、なんかね大丈夫。お化け大怖いや、怖いけど多分お化けは大丈夫。邪気ないけ、私マジ邪気ないけ、もう邪気ないって言われたんや、ほんまに。ジャッキーナイキ、コロ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 、ほらだんだんやばい、霊感もね、なんか悪い人も寄ってこんのんだって。無邪気無邪気無邪気、え、無邪気とジャッキーナイってそういうことなんかな。なんかね
邪気ないよほんまに。邪気なんか悪いお化けも人も私に悪いことできんの。なんか悪いことできん感じらしい。悪い人も多分私にはなんかどうかできんのだって。この子にやったらなんか悪そうって。何時に寝るの？もう配信終わったらもうすぐ寝るわ。ちょっとお風呂ためていい？やばい、3分以内にお風呂をためんとバーンされてしまう。やばい。20度だったら暑いかも。それでは皆さん、お風呂の水の心地よい音とともに、心地よくない、心地よい音とともにジョボ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 ってなったけど、眠りへいざないましょう皆さん。昨日は寝れたかな、うん、昨日は寝たね。寝たかな、寝たかな。こんばんは。今日飛行機乗ったんですよ。飛行機ちょっと聞いてほしい。飛行機乗ったんよ。で、飛行機が楽しくてさ、ちょっと待って、見せたいものがある、見せたいものがある。やばい、服にタグがついとった。まあいいわ。ほら、これです。ちょっと見てください。これを買いました。見て。これ見て。飛行機の、ちょっと分からん。これ高いよ、これ。びっくりしたもん。11月28日の私誕生日なんだけど、それを買いました。そう、 ANA で、何円だったか、800円、770円、800円。だってこの大きさですよ。ほら、指の親指ですよ。うん、でも可愛いけ、これ買っちゃった。だって空港に行くことがさ、なかなかないけさ。そう、でもめっちゃ嬉しかった、つけました。エオイ県で一セット食べれるだって800円やったらできること。800円やったら何ができるかな。ドリンクは何頼んだ。
機なんて乗ることないから。何の音？水です。お風呂、お風呂、お風呂、お風呂。もうでもタクシーじゃないわ、バスじゃなくて新幹線じゃなくて飛行機の中めっちゃ爆睡しました。水うるさいね。そうじゃね、全然心地よくないね。 ASMR で水の音をねあれしようと思ったの。やれやれだ。寝ちゃうからドリンクもらい忘れる。私寝てるのをさ起こされてもらったんやけど、寝てるのを起こされてもらったんだけど、そう、あやたかこんばんは。緑茶くださいじゃなくて、緑茶かコンソメか水かって言われたんだけどさ、見せられた写真が あからさまにあやたかだったけ、緑茶くださいって言わずにあやたかくださいって言った。だって見るからにあやたかだったんじゃない。こんばん。でももうそろそろね終わらなきゃ。眠くなってきました。明日も頑張ります。英会話しなきゃ。お風呂上がったらしよう。皆さん配信を見てくださりありがとうございます。今一度 STU48 のカイココアでした。カイココアです。この後はお風呂に入って、お風呂に入りたいと思います。笑顔ですよ。やばい、お風呂で寝ないようにする。大丈夫。明日の話し会もよろしくお願いします。皆さん、良い週末を。いてててて取れない。じゃあ今日は配信を見に来てくださり、今日は配信を見に来て、配信を見に来てくださりありがとうございました。 STU48 のカイココアでした。チラキが読まなきゃ。13位、青のり。12位、キサ。11位、スエン。10位、ノッシー。9位、ナル。8位、チッカ。7位、コーマ。6位、エリアス。5位、宮崎育夫。4位、タクゾ。3位、スバル。2位、モエピー。1位、ユータマル。ありがとうございます。では明日会う方は明日会いましょう。今日も来てくださりありがとうございました。みんなバイバーイ。1、2、3、4、5、6、7、8、9